で、この十ヶ丘のですね、十通り沿いに、実は僕の店が3つ目になるんですけれども、まあ、今回ね、新しく物件契約したばっかりなので、この辺をね、ご覧になっていただければなと。僕いっぱい飲食店を作ってきてるんで、まあ、そういう意味で言ったらね、少しでは何か勉強になるんではないかなというふうに思うんでね、もうぜひついてきていただいて。ちなみにこれが2号店目です。今ちょっと休憩中。あ、お疲れ様です。すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。窓なりです。魚なりの窓なりです。はい。まあ、今回の企画なんですけれども、もうまあ完全今こういう感じですが、もう全く中が見えないような仕様で、まあ京町的な感じの、まあ、古き良き時代を知るみたいなところでの店のコンセプトのイメージ。まあ、カウンター10席だけのですね、劇場型の和食店。まあ、和食店っていうとなんかすごいちょっと堅苦しくなっちゃうので、料理屋さんみたいなイメージで考えていただこうかなと思っていて、で、今回のお店の名前が料理茶屋サビットっていう名前なんですけど、その料理茶屋って、まあ、その当時ですね、江戸時代、まあ本当に豪勢豪華なお料理を出すようなお店のことを指すんですが、飾り棚とかですね、戸棚、こういう建具、つけ当たりトイレなんですけど、トイレの建具とかもですね、あれも結構古いもので、その古き良きものを知り、新しいものに変えるっていう、その温故知新的な考え方と、そのサビとのサビ、だからわびさびのサビなんですけれども、その当時からあるもの、時間が経てば経つほど、このものがよく見えてくる。というところで、なんか我々の時代じゃないですか、作れないような、昔ながら、そして現代というようなところで持ち合わせた感じの雰囲気作りたかった。これちょっと難しいんだけどね。なんで、サビトのことぶき、ことぶき、まあ、要するに長くこの地で、我々で頑張っていこうじゃないかと、そんな思いも込めてですね、サビトという名前を付けてみました。皆さん、今日はありがとうございます。おめでとうございます。どうですかね、もう独立してちょうど13年目ぐらいなんですけれども、やっと10店舗目というふうな感じで、最後の辺でまさか自分がこう現場に立ってやるとは思いながら、最後になるかどうかわからないんですけど、今回は完全お任せスタイルみたいな、今までやったことないようなことにチャレンジしようというふうに思っていて、はい、今回お苦手聞いている方はいらっしゃるんですが、もし何か食材とかで大丈夫ですか、何かあれば何なりとおっしゃっていただければと思います。いや、すいません、いや、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかもう自分がやりたいお料理を適当にしというか、なんかもう市場に買い付けに行くのが結構楽しくて、朝から朝ごはんモリモリ食べて、独立当初毎日行ってたのに、なんか会社が大きくなってそういうことができなくなってしまって、久しぶりにこう行ってみるとなんか気合い入りますよ。それでは、第1品目でございますが、まあ、夏も終わってということで、名残のおそうめん使ったお料理ご用意しております。奥にはですね、きゅうりの土佐漬けとトマトをこちら浸して、上には琥珀ジュレかけて、その上に、2つ種類ですね、赤じそと青じそのスプラウトをご用意しております。ちょっと混ぜた感じで召し上がってみてください。ちょっと先生にそう言っておきます。はい、知らなくてさ、どうぞ。炭火、これ食わせばですね、煎り酒って言って、梅を効かせた調味料ですね。で、今ちょうど甘鯛がすごく美味しいので今日ご用意するんですが、甘鯛のアラを水と酒だけでお出汁を引いて、それをベースに作ります。これだなと思う。あ、そうだ、
次双子のですねちょこっと蒸し物をご用意してます。こちらですね、山形県のですねこちら天然の舞茸、天然の舞茸、こちらを使った銀あんがけになってまして、中には林 SPF という蓋があるんですが、こちらをですね柔らかく炊き上げた角煮中に煮込んでます。お肉とキノコすごい相性いいので、あえてちょっとそんな風味にしています。香り黄色で振っております。お待たせしました。分厚いとこ行きました。ありがとうございます。あ、はい、お次カツオのわら焼きなんですけれども、3切れ、ございます。一つ柚子胡椒、これ佐賀県の高原柚子胡椒、佐賀県の柚子胡椒と、あとは、ネギ生姜、ネギと生姜を当たり鉢となって、あともう一つは本わさびです。まあ、基本的にも塩味しているのでそのままでもいいですし、ちょこっとそうですね、すだちを絞っていただいてお召し上がりと召し上がりいただいてもいいかなと思います。次、長崎県対馬ののどぐろですね。それとで5日目ぐらいの形で寝かしてます。かなりしっとりした身なので、旨味の下に回っているような形で作っていて、なので油がすごい回っているので炭で炙って、皮目を押さえています。お塩、すだち、もしくは煎り酒でさっぱりと、こちらでもよろしくお願いします。どうぞ。お次ボタンエビですね。卵を煮切り醤油に入れて、煮切り醤油と卵みたいな、この尻尾をギュッと絞っていただいて、取り付けていただくので、どうぞ。お次焼き物ですね。今日は天然のうなぎ、青森県の小田原湖、650g アップぐらいのサイズのうなぎですね。ちょっと分かりづらいんですけど、器の右下に少し粉山椒が添えてございます。はい、ですのでお好みでそちらつけて、もしくはわさびで入れてください。北海道は青森さんの東北の方に肉が上がって、それがめっちゃでかいんですよ。ボケはトラフグの天ぷらです。先週は羽田空港で車検イベントあった。すいません、お次揚げ物ですね。今日は天然のトラフグの唐揚げご用意してます。それは5キロアップぐらいの大きいやつで、しっかり脱水して5日間ほどお寝かしたものになっています。そういうものは銀なんですね。大体絞って召し上がりください。どうぞ。天下の写しですね。香りで、ものは柚子で味わってます。利尻の
頭部を使用して、僕に見て少し削りの香りを乗せたような感じです。お待たせしました。香りです。香りじゃなくて、トロトロさに香りだ。はい、油。噛まないと油で、はい、油。焼き浸しみたいな。松茸と僕ハンバーグが大好きで和牛のいろんな部位を一つのハンバーグにした手切りのハンバーグ合わせた炊き込みご飯で、もう一つお魚の方はちょっとここに飾ってるんですが、タラバガニ 3.3 キロのタラバガニを蒸してそれをほぐしたタラバガニの炊き込みご飯、こちらはタラバガニのカニの殻からお出汁を取って、炊き上げてます。でお寿司、タチウオの棒寿司、最後はチャーシュー麺、こちらはですね、煮干しを使った味がせのチャーシュー麺で、もちろんフルサイズって言っても、まあ、普通の小盛りぐらいのやつです。で、まあ、ちょこっと食べたいっていうハーフサイズも全てお選びいただけるような形で、選んでいただければなと思います。ありがとうございます。美味しいです。めっちゃ美味しいんだよこれ。やっとこっていうんだ。ご飯。
ここにもうちょっと効かすんだよそうだそうだそうだで自家製のチーユで、香りをとってございます。ちょっとスパイス感はですね、こちらホワジャオも最後に出ますんで、ちょこっとこう出して召し上がってください。お待たせしました。